理事会で取り計らいます。ありがとうございました。この際、玉木雄一郎君から関連質疑の申し出があります。前原君の持ち時間の範囲内でこれを許します。玉木雄一郎君。委員長。玉木君。民主党の玉木雄一郎です。今日は質問の機会をいただきまして、委員長、理事の皆様にまず感謝を申し上げたいと思います。安倍総理にお聞きをしたいと思います。今日6時間半審議を聞いておりまして、大変印象的なお話がありました。バンカーショットの話です。パターでバンカーの中で打っていてもなかなか脱出できない、サンドウェッジが必要だと。私ゴルフ下手なもんで、時々あえてパターを使って出すことがあるんですけれども、やっぱりきちんと乗るためにはサンドウェッジが必要だと思います。でその話の中で総理がおっしゃっていた、リスクを取って果敢に挑戦していくことが大事だ、その通りだと思います。で私は気が弱いので、どうしてもグリーンの向こうのバンカーが気になってしょうがありません。今アベノミクスと言われて3つの大きな柱で政策を進めておりますけれども、私も金融政策、成長戦略、賛成であります。ただ今我々が今気にしなければいけないのは、バンカーと言っていいでしょう、財政規律です。もし我が国が今これだけ多額の債務を抱えていなければ、多分そのバンカーを気にせず思いっきりサンドウェッジを打てばいいんだと思います。しかしグリーンの奥に今大きなバンカーが口を開けていて、崖があって、そしてそこにボールが落ちてしまうかもしれない、そんなリスクに直面しています。今日ずっと議論を聞いていて、私が一つ違和感を感じたのは、この時期に大量の国債の発行を伴う財政政策と、そして大幅な金融緩和を行うこの政策を合わせてやっていることに対するある種の危機感やためらいといったものを、残念ながら私、安倍総理から感じることができませんでした。昭和50年、大平大蔵大臣が赤字国債を発行した際に、昭和50年代の前半までにはなんとかこれを返したいと言って苦悩されたという話を聞いたことがあります。あれからもう38年、40年弱は経ちますけれども、我々はこの間、国債を大量に発行すること、それが累増していくことに対して、あまりにも慣れすぎたんじゃないでしょうか。そのことから生まれるリスクに対して、もっと敏感に、そしていろんな経済学者の説明はありますけれども、借金は借金です。後世代に負担を残していることの、そのある種のためらいや恥じらいを常に政策に関わっている我々は忘れてはならないと私は思っています。そこで総理にお聞きします。この時期に大量の国債の発行を伴う大規模な補正予算を編成をしたこと、その意義と目的、そして10兆円を超える規模としたことのその理由を説明してください。安倍内閣総理大臣。まずこのデフレの15年間ですね、ずっとためらい続けていったんですね。確かに累積債務はあります。我々も当然財政規律をしっかりと確保していく、そしてプライマリーバランスを黒字化をしていくという目標をすでに出しています。かつて平成14年にもその目標を立てて、残念ながらリーマンショックでその目標に届くことはできませんでした。しかし財政規律を重視するがゆえに、我々は来年度予算についてはですね、来年度予算については税収が民主党の時代には税収と交際費、これは逆転をしていて交際費の多かったんですが、我々は交際費よりも税収の方を多くしたわけであります。プライマリーバランスについても、前政権、野田政権の時には、マイナス25兆円だったものを23兆円、約2兆円改善をしています。
そういう努力をしっかりとしている、生きながらですね、日本という国に対しての信任は確保しているわけであります。そこで、この10兆円についてでありますけれども、10兆円という規模ありきではなくて、復興防災対策、成長による富の創出、暮らしの安心、地域活性化を重点3分野として、必要な予算額を積み上げた結果、国費で約10兆円となったものであります。そしてこの規模は、デフレ脱却、デフレ不況からの脱却に資するものであると、このように考えています。以上。玉木雄一郎君。はい。今総理から大切な答弁を一ついただきました。財政規律を考える際に、民主党政権とは違って国債発行を上回る税収、それを25年度当初予算で達成しているという話がありましたけれども、私はこの財政規律を考える際にいつも2つの目で見るんですね。それは常に当初予算ベースで考えます。そして予算ベースで考えます。どういうことかというと、補正を入れて考えない、決算ベースで考えないということです。で、この当初予算ベースで考えていること、予算ベースで考えていることをやっていれば、私は実はいつまでたっても財政規律は達成できないと思っているんです。一枚ちょっとフリップをご覧いただきたいと思います。これ我々も悩みました。ばらまきだと批判され続け反省もしました。2009年のマニフェストには課題なものがあったことは確かです。で、そんな中でなんとか財政規律を保ち、国債の発行に頼らないで予算の組み替えの中で政策ができないということを苦悩し続けてきました。ここにあるのは決算ベースの数字です。23年度までは、今ここまでしか数字出てません。これを見ていただくと分かるんですが、今総理がおっしゃった3年連続で民主党政権、税収を国債発行が上回る当初予算の編成をしたのはその通りであります。しかし決算ベースを実は見ていただきますと、民主党が組んだ2回目の予算です。23年度の予算の決算ベースで見ると、実はすでに税収が国債を上回る状態を達成しています。四捨五入している微妙な差なんですが、 42.83 兆円と 42.80 兆円なんですが、大変微妙な数字です。ただ予算を編成した時点ではですね、実はこれは大きく税収が下回っています。何を申し上げたいかというと、なんとかかんとか苦労してですね、22年度23年度予算編成をし、成長戦略を講じ、財政の正常化に努めてきたのが一方でこの間の営みだったんです。で、これはですね、そう思えないという批判もあるかもしれません。でも実際これを見ていただくと分かるんですが、21年度、これは民主党政権も補正に関わってますので、すべて我々の政権のせいではありませんが、大変多額の国債を発行しています。税収はそれを大きく下回っています。しかし、22年度、23年度と平常を取り戻しつつあり、そして24年度でまた、なんとかここを税収が上回るかな、まだ決算出てませんけれども、いけるかなと思ったらですね、24年度の大型補正が乗ったと。いうことであります。私はこれ自民党が悪いとか民主党がいいとかっていうことを言うつもりは全くありませんが、財政再建を着実に進めていくことをどの政権であろうとやらない限り、私は本当の意味での成長の基盤が作れないと思っているんです。で、今日お聞きをしたいのはこの24年度補正予算についてでありますが、岸本周平議員からも本会議でこの質問が出ましたが、私も予算編成に関わった経験があります。補正予算は常に財政規律が弱まる傾向にあります。主計局が各省庁とやるときに当初予算の編成のときは叩きまくります。でも補正になった途端ですね、同じ人がずいぶん緩やかにお金を出してくれるんですね、査定してくれるんです。そんなことをですねしてきた結果、私は日本の財政は緩んできたんじゃないかというふうに思います。そこで財務大臣にお聞きしたいと思います。我々がもう一つ今忘れてはならないのは、我々お金が足りないと言って、福祉のお金が足りないと言って、
増税を決め、来年から国民の皆さんに消費税の増税をお願いする立場であります。三党合意をしましたから、私もその責任を感じています。そんな中で今多くの人が感じている素朴な疑問は、お金がないのになんでこんなに借金をして大盤振る舞いができるんだと、これが国民の皆さんの素朴な疑問なんだと思っています。査定の責任を負っている財務大臣にお聞きしたいと思いますが、今回の補正予算、真に必要で緊急で、そして経済成長に資する、そんな予算で構成されていると自信を持って言えますか、大臣。麻生太郎財務大臣。基本的には補正予算の方が本予算より緩む傾向があるというのは、それは甚だ緊急性を要する場合が多いんで、そういったことになりうる傾向はあると思いますよ。いよいよ困ってどうしようもないから補正予算を組まねばならぬからというときにはかなり切羽詰まってますから、そういった意味では前が概算を積んで決めて何とかというような手間をかける時間がないから、物理的にもそういうことになる傾向があるんだと思っております。それで今回の補正予算の話をいただきましたけれども、基本的には今回の補正予算というものは、我々は今回この補正予算を組まなければ何といっても予算編成は大幅にスタートからして遅れていますから、普通12月の28日には出来上がる政府原案が、今年は12月の28日からスタートですから、常識的には3ヶ月ところを1ヶ月で1月末に仕上げているという形になりましたけど、それでも日程的にはこれは暫定を組まざるを得ないということになっているんだという、そういった状況もあります。加えて昨年度から足元は極めて緩んだ状況で経済は動いてきていて、経済の指標はいずれも9月、10月、11月、いずれも極めて指標は弱かった指標になっておりました。したがって我々としては今度の年明け1、3月は極めて厳しいことになるだろうなと思っていましたから、補正はきっちり組まないと日本の財政より経済は完全に中折れすると思っておりましたので、我々はこれはどうしても必要、加えて地方がかなり疲弊していると私はそう思っておりましたので、地方に即効的にお金が散るものというものは、これは何といっても定を飛んでいるというような甚だ悲惨な例がありますけれども、ああいう例は明らかにメンテナンスの手を抜いたからでしょ。公共工場14兆5千億あったものを4兆6千億まで減ったんですから、10兆円減らしてるんですよ。これね、それいい悪いな話をしてるんじゃありませんね、明らかに公共工事は悪だったんだから、そういうイメージでしたでしょ。民主党もされたんですよ、忘れないでくださいね。したがってそういったものをきちんとやらないと、さらに人が亡くなったからあとというのでは遅いんであって、きちんとするようなことを考えて我々は確実に出るようなものからスタートさせておると思っております。長井君。はい、我々もですね、命に関わる公共事業を否定したことはありません。で、笹子トンネルはネクスコのあれは、トンネルですから、私は公共事業をするにしてもどういうお金を使うのかは別途考えるべきです。これはこう石原大臣いらっしゃいますけれども、道路公団民営化しました。で、国から5000億入れるのをやめて自分のお金で料金収入に回していこうというのが民営化の精神ですね。そうするとそういった実はメンテナンスのコスト、維持管理費も本来であれば料金収入から出してくる。もしそれが必要だったら永久猶予料、そういったことも考えて、その会社方式の中で処理していくのが笹子トンネルを考えるときの私はソリューションだと思っています。ですから笹子トンネルがあるからといって一般会計の公共事業を単に増やすのは私は説明が飛びすぎていると思っています。もう一つ言います。今麻生財務大臣から緊急なものを盛り込んだという話がありました。私はその通りだと思います。緊急のものがちゃんと入ってて、これがしっかりですね、景気を下支えするのは否定しません。ただ、そうではなくて、本来25年度の当初予算に計上されているのが、たまたま政権が変わって補正予算の枠ができたから、そこにやれと言ってですね、どんどん前倒しで補正に計上しているのがあるのが問題なんではないかとおっしゃっているんです。具体例申し上げます。
これはですね、アジア太平洋地域と北米地域の青少年交流という事業です。これ見ていただくと分かるんですけれども、民主党政権時代の25年度の当初予算のときにはですね、66億円で合計1万4700人の北米とかアジアの中学生高校生を日本に招聘するという、それによって知日派親日派を作ろう、いい事業だと思いますよということで予算要求はされてたんですね。でこれ全く多分同じです。この同じ事業が名前は変わるんです。このジェネシス 2.0 になるんですね。これはアジア地域のことを指すんですが、ジェネシス 2.0 および北米地域との青少年交流という名前は変わってですね、ポイントはここです。目的です。緊急経済対策なんで、その単なる親日派親日派を作るには多分説明ができなかったんじゃないでしょうか。経済効果を最大限発揮できるプログラムとしてですね、衣替えして予算を見てください。150億に増えて要求してついています。外務大臣、この青少年交流プログラムを緊急経済対策として緊急に補正計上しなければいけない理由を教えてください。岸田外務大臣。本件事業につきましては、そのこの事業のこの経済効果に着目して、補正予算に、計上したということです。具体的にはこの、事業を実施することによって、この事業に計上しました予算の約8割がこの国内で消費される、こうした日本国内で消費される、こういった事業の中身になっています。またこの事業によって、招聘されるこの方々の国内における消費等の経済効果、ここにも着目をしています。またこの事業を実施することによってさまざまな効果が、この期待されます。例えば観光、等によってですね、こうしたこの訪日、外国人のこの増加等によって、経済効果、こうした点にも、着目をしています。こうした点に着目をしてこの補正予算に計上したわけですが、このご指摘のこの資料にあります、25年度前の政権において計上していた事業との比較についてご指摘がありましたが、これ前の事業、この前の政権において本予算に概算要求していたこの事業との比較においては、まず金額のこの大きさ、指摘がありました。この経済効果という部分があると思いますが、中身におきましても、観光庁とかですね、それから地方自治体の連携、これは前の政権の事業にはなかった部分であります。こうした事業を通じて、この国内におけるこの日本企業のこの視察、あるいはこうした先進技術に関するこの視察、こういったものを盛り込む、よりこの経済効果を大きくするということで、この事業の中身を膨らましています。こうした点に着目して補正予算に計上した、こういったことでございます。委員長、玉木君。今日テレビをご覧の皆さんもたくさんいらっしゃると思うんですが、アメリカやアジアの子どもたちを小中学生ですね、中学生高校生日本に招聘するプログラムが経済対策なんですかね。私はね、説明は分かります。でもやっぱ苦しいですよ、苦しい。でしかもですね、もう今2月ですね、この補正予算が成立したら今月末、どんなに早く執行しても3月ですね、4月から始まる新年度と1ヶ月早めてこの招聘プログラムを実施する意義は本当にあるんでしょうか。いや、もう答弁はいいです。要はですね、私は申し上げたいのは、本当に緊急なものを、いや次に行きますけれども、緊急なものをやったらいいんです。ただ繰り返し申し上げます、我々はお金がないと言って増税を国民にお願いしてるんです今。そして一定の財政規模をアベノミクスの一環としてやることも理解できます。デフレギャップを埋めなきゃいけないから。だからこそ増税をお願いしている立場として、
その中身についてはより一層高い説明責任が求められるという緊張感を我々政治家は持たない限り財政は破産しますよ。私はその緊張感がなければ最終的な中長期的アビノミクスは成功しないと思ってるんです。我々も反省してます。そのことを正面から捉えて3年間やってきたんです。下村大臣にも一件お聞きをしたかったんですが、はい、ちょっと時間がなくなってしまうので、じゃあはい、じゃあもう一つ短くじゃあお願いします。心のノートというですね、文科省の授業があります。私も中学1年生の息子がいるので道徳教育は極めて大事だと思っています。私はむしろ道徳の授業はきちんと教科として位置づけてもいいとぐらい私は思ってるんです。ただ今回補正予算で計上されているこの心のノート、これはですね、こういう道徳の副読本があるんですね。でこれはですね、実は民主党政権の事業仕分けで、これをですね、全国の小中学生にその数分配ってたんです。そしたらですね、教室の隅で山積みになっていて十分活用されていないというような指摘もあって、これをですね、PDF ファイルで今ウェブ版で載せて必要な時に応じてダウンロードして使えるように、そういう見直しが行われました。実は2008年自民党内の、無駄撲滅プロジェクトチームという、ところでもですね、同様の指摘がされて一定の見直し提言がなされています。でこれがですね、今回の補正でまた紙で配ることが復活してるんですね。でこのことの、これを補正で緊急経済対策として計上していることの意味を手短にお願いします。下村文部科学大臣。これご指摘のようにですね、今まで自公政権の時には道徳の教材として使われていたものです。しかし民主党政権になって残念ながらですね、この道徳予算がカットされて、これは実際は使われなくなってしまったわけですね。で現在いじめ等が行われている中で、子どもたちにですね、心ノート含めたきちっとした道徳教育、心の在り方、これを教えていくことは大変重要なことだと思います。しかしこれが冊子が今中断したためにですね、25年度の予算計上してもですね、間に合わないんです。早くやっても9月以降ではないと間に合わない。ですからこれは緊急を要することだと思いましたので、今回の補正予算に入れて、でできるだけ早く学校で使うことによってきちっとした道徳教育をぜひやっていただきたい。で使われてないというのは、それは教育の問題だと思いますよ。それを無駄だからというんじゃなくてですね、もっと使われるような学校教育のあり方を考えるべきだというふうに思います。長期間こういうですね、答弁になると思うんです。大臣、アンケートを取るとですね、9割の学校で心のノートは使われていると言われているんですね。でも実はそのうちの4分の1はもうすでにウェブからダウンロードして使ってます。ですからこの予算が、実は本を配る予算がなくなっても、実は心のノートを使った授業は行われているんです。ですからそこはですね、まさに学校の先生のやり方だと思うんですね。そして急いでやる必要があるんだったら、まさにですね、補正でやるのも分かるんですが、今からやって印刷して梱包して送ってですね、届いたら絶対4月を超えますよね。そうすると新学期が始まる4月の時点で、どの道徳教材を使うかはもう学校の先生は3月とか2月に決めないと間に合わないんです。でいずれにしても間に合わないんだったら、私は堂々と25年度当初予算で要求すればいいと、そのことを申し上げているんです。ですから補正はですね、いろんな意味のからくりの集団になってしまうんです。ですから本当に緊急性のあることを補正に入れるのはいいんですね。でも先ほど申し上げたように、本来25年度の当初で計上されるものが、まあ補正の枠が空いたからといってガサッとくる、この仕組みそのものを変えない限り財政の規律は緩んだままになってしまうということを心配しているんです。そこで私はですね、この大規模な予算を組むときに、今日
ここにお座りの方でどなたが歳出を抑制するその役割を担っているんでしょうか。本来であれば財務大臣ですね。でもアベノミクス、積極的な財政、そして金融緩和といったら、それは政策として一定のボリュームを財務大臣自身としても確保したい、私はそれは当然だと思うんです。そうすると歳出を削減していく、あるいは優先順位の低い事業をやめていくというインセンティブを持っている大臣がいなくなってしまうんです。で、私は注目しているのは稲田大臣、行革の出番なんです。私はね、稲田大臣期待してるんですよ。非常に考えも私ね、非常に賛同できるところもあるし、ぜひ当選3回で本当にね頑張っていただきたいと思うんです。行革大臣は出世の登竜門ですからね、ぜひここで成果を上げて、私は稲田大臣に本当に頑張ってもらいたいと。私もずっと行革をライフワークにしてきてるから、ぜひ頑張っていただきたい。その上でですね、お聞きをしたいと思うのは行革についての方向性です。で、今ですね、補正予算の編成の話をしました。で、今この審議をしています。この24年度補正予算を編成するにあたって、稲田大臣、何か行革大臣として調整をしたり働きかけをした何かありますか。稲田朋美行政改革担当大臣。初めて予算委員会で答弁をいたします。今玉城委員からエールというか励ましもいただきました。私もですね、本当に増税をするにあたって行政改革、行政の無駄をですね徹底的に排除をして、不必要なものは排除をするということは非常に重要な取り組みだと思っております。ただ単に削るだけではなくて、やっぱり真に必要なものは残しながら削っていくということも重要であるかなと思います。この行政改革っていうのはですね、本当に先人のずっと積み重ねがあり、それは自民党が与党の時代も、また民主党政権の時代も積み上げられたもの、その良き伝統を守りながら新しいものを創造していく、真の改革を進めていきたいと思っております。私はこの行政改革担当大臣として、例えば民主党政権で行われていた行政事業レビューですね、それは透明性、外部性、公開性、そして各府省がですね、全事業について自分の事業を見直して、そして不要なものは次の予算に反映していくという取り組みであるというふうに認識をいたしております。行政改革推進本部も1月29日に立ち上げ、その下に行政改革推進会議も設置をいたしまして、この行政事業レビューについてはですね、その検証とまた改善の方法なども検討しながら実施に反映をしてまいりたいと思っております。玉城君、もうね、ぜひ頑張っていただきたいと思うんです。行革村の一人としてはですね、稲田大臣、ぜひ頑張ってくださいね。で、行政事業レビューはですね、ぜひ残していただきたいと思うんです。で、もう民主党の仕分けはですね、皆さん嫌いだと思いますから、あれはもう、もし辞めるなら辞めてもいいと思うんですが、いや、行政事業レビューとそれの元になるですね、聞いてください。行政レビューシートってなんですよ。で、これはですね、5000を超える国のこの税金が入っている事業をですね、一定の形式でまとめて全部整理してあるんです。で、そうするとね、何が便利かというと、例えば、下村大臣、さっき言ったですね、民主党がなくしたこの心のノートの本じゃない事業ですね、道徳の相互支援事業、あれね、23年度の執行率は 74% なんです。4分の1使い残してるんですよ。本配らなくても。で、そういうところはですね、なぜわかるかというと、このですね、行政レビューシートの同じところに、不要率は、執行率が出てくるので、そこだけブワーッと見てみると、執行率の低いもの、不要が立っているものをですね、見つけやすいんですね。ですから、こういうね、いいものは、もちろん多少変えてもらってもいいんですが、ぜひ残してもらいたいと思います。で、もう一つ、ぜひね、引き継ぎも兼ねてお願いしたいのは、特別会計の改革です。で、これはですね、特別会計の仕分けをやって、私、すべての特別会計を見ました。そしてそれを1年間かけて、
法律に書き込んで、閣法で特別会計改革法案を出したんです。でも、ねじれ国会もあって、一度も審議をしていただけず、解散になって廃案になってます。で、一つ特に、これは総理にもお聞きをしたいんですが、道路特定財源、例の自動車重量税は、あれは与党の税制大綱の中で、特定財源のような書きぶりがあるんですけど、あれは特定財源に戻るんでしょうか。安倍内閣総理大臣。特定財源を復活させることはありません。玉木君。はい。ぜひですね、今こう、ひょっとしたら戻るんじゃないか、私は安倍総理は改革だと思ってるんで、ぜひ頑張っていただきたいんですよ。で、その上で、これね、余計な疑惑をかけられない明確な方法が一つあるんです。それは特定財源を管理する財布である特会をなくすことなんです。旧道路特会や空政特会が一緒になった社会資本事業整備特会というのがあります。で、これは我々が作った閣法の法案の中では、社会資本整備特会は廃止になっています。24年度末までに廃止の予定の閣法を出したんですが、成立しません。で、稲葉大臣、社会資本整備特会の廃止を含む特別会計改革法案を、ぜひ、この国会で成立させてほしいんですよ。我々は協力をします。議員立法で出してもいいと思ってます。で、もう完成して一回確証会議も済んだものがあるんですね。ですからぜひこの社会資本整備特会の廃止を含む特会改革について稲田大臣のご見解を教えてください。稲田行政改革担当大臣。はい、この特別会計改革についてもですね、平成18年の行政推進改革法、そして19年の特別会計に関する法律に基づいて改革を進めております。また、今委員がご指摘になったように、民主党政権下で、その法案が、法案を出されて、廃案になっていることも承知をいたしております。また、先ほど総理が答弁なさったようにですね、自動車重量税が、道路特定財源ではないと、一般財源であるということは承知をいたしておりますし、その通りだと思っております。その上で、社会資本整備特別会計を含む特別会計の改革についても取り組んでまいりたいと思っております。はい、玉木君。古い自民党に戻ってるんではないということを証明する最もいい方法だと思うんですね。社会資本整備事業特会を廃止することは。ですから、ぜひこれはですね、進めていただきたいというふうに思ってるんです。で、古い仕組みを改めて、新しい時代に対応するように物事を変えていくのが行政改革です。で、このことは不断の努力を積み重ねないと、次々と古いものがですね、どん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 ね、新しく生まれてくるんです。で、このことをぜひですね、私は稲葉大臣が中心になって、内閣を率いるぐらいでやっていただきたいし、それをですね、安倍総理、ぜひ行政改革、そして議員定数の削減を含む政治改革も含めてですね、ぜひ改革を前に前に進める、その改革安倍晋三をですね、ぜひ見せていただきたいんです。我々はそれだったらもう堂々と協力をしたいと思いますので、ぜひ最後に安倍総理の行政改革にかける思いを聞かせてください。安倍内閣総理大臣。安倍内閣としてはですね、行政改革を極めて重要視しております。だからこそ稲田東美大臣を任命し、我々で全力で取り組んでまいりますことをここにお誓いを申し上げます。玉木君。終わります。